い、どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。本日はですね、長野県の軽井沢に、おります。あ、タイマーが、ちょっと待ってくださいね。前回、志布温泉から軽井沢に移動して、で、軽井沢の公園で軽く休憩をして、これからホテルにチェックインして、で今日のディナーですね、夜ご飯を、アトリエドフロマージュかカスターニアっていうすごい軽井沢でも有名なお店に行こうかなと思っていたんですけれども、まずアトリエドフロマージュさんの方は定休日で、カスターニアさんがね、今から電話かけてみます。それ次第でもう今日のディナーの予定が、もうすっごい楽しみにしてたから、すっごい楽しみにしてたんで途方に暮れますね。電話かけてみます。デイ、やりました、予約取れました。ネット予約でもう今日ダメだと思ってたから、すごい嬉しい。いやー、テンションほんと上がる。もう緊張してたんだよね、今日の4時になるまで。あー、よかった。ではホテルに先にチェックインします。あー、よかったな、本当によかったな、楽しみだな、ホテルも。いや、軽井沢来てよかった、ほんとよかった。今日は幸せだ。着きました。本日のホテル、デザインホテルスペース K さんですね。すごくおしゃれで安いんですよ、すごく。入ります。部屋着きました。綺麗、すごく綺麗です。これはいいわ。あー、いいホテル取れた。浴室も綺麗です、洗面も。おー、ゆっくりしようかな。さっき車の中で眠れなかったんですよね。まだ4時ぐらいなんで、まだあと2、3時間ありますね。寝るか、アウトレット行ってもいいですね。アウトレット行ってもいいんですけど、風が強くてすごく寒かったんですよね。悩みどころ。にしても最近コスパのいい宿が本当に多すぎて、ちょっと期待がね、期待値上がりすぎちゃってるのまずいですね。これで1人3、4000円だった気がするな。ポイント使ったから、詳しく忘れちゃいましたけど。いやー、素晴らしい世の中です。おー、あ、結構テイクアウトとか出前できるんだな。まあ今日は、ピザ、ピザもいいですけど、今日はカスタニアさんに行きますから。結局アウトレットに向かうことにしました。ここから歩いて徒歩圏内なんで、ほんと立地もいいんですよね。ただやはり風が強くて寒い。着きました。ここで約1時間半ぐらい時間を潰します。やっぱ軽井沢のアウトレット一番好きだな。いつも買わないんですけどね、あんまり。歩いてるだけで楽しいんですよね。すごいぞ、この世界観。何これ、すごい。完全にクリスマスですね。まだ11月の初旬ですけども、すごい。
あ、近くまで行こうか。あれアップにします。なにこれ、もうすごすぎなんだけど。来てよかった。金が鳴らせる。はい。おお。散歩してたらもう7時近くになってしまったんで、結局何も買わずにこのまんまカスターニエさんに向かいます。やったー。人が全然歩いてないな。もうすぐ着きます。着きました、カスターニエ。ビール来た。いただきます。しいたけのロースト、すごいでかい、うまそう。しいたけのロースト超うまいです。まさかの味でした。こういう味か。マルゲリータ、もうね、チーズもトマトも明らかに違います。うますぎる。メインローストチキン来たー。よし、よし、頑張った。これ本当においしい。本当においしいから、皆さんぜひ食べてみてください。本当においしい。トマトクリームパスタ、これはうまそう。調子こいて赤ワインを頼んでしまいました。ほんとね、美味しいんですよ。美味しすぎて全部食べたい。ラストオーダーで、サーモンのスモークサーモンのマリネか頼んじゃいました。うまかった。サービス、味完璧。Google 評価とかが良すぎて期待値はかなり上がった状態だったんですけど、正直ね、それ以上でした。感動するうまさ。今まで行った観光地の居酒屋とかレストランの中でも正直久しぶりの衝撃でしたね。軽井沢に来たらアトリエド・フロマージュか、カスターニエしか来れないかもしれない。これはこの店に来たくて、結構軽井沢に来る人がいる人が来る人がいるみたいなんですけど、理解できますね、これは。いや、椎茸のローストを頼んだ瞬間に戻りたいっす、マジ。というわけで、こっから徒歩で、ホテルに戻ります。サーブ、結局寒すぎてタクシー拾っちゃいました。無駄な出費を。そしてあえて今ホテルの喫煙所でタバコを吸うというおつな行為をしております。部屋着きました。寒かった、ほんと寒かった。風呂入りましょう。風呂入ってゆっくりしよう。持参した入浴剤を入れました。あったかいお茶をいただきながらゆっくりしつつ、仕事しつつ、お風呂入って晩酌する感じかな。これは風呂出ました。
足を伸ばせるぐらい浴槽も広いんで長湯してしまいましたね。今のぼせちゃったので夜風を浴びております。長野の空気うめえ。おはようございます。朝です。本日も晴天ですね。あー、長野県の旅が終わる。あー、軽井沢もう一泊したいわ。帰りたくない。チェックアウトします。ホテルチェックアウトしました。いや、本当にいいホテルでしたね。デザインホテルスペース K さんですか。ここをまた料金安かったら軽井沢来た時に泊まりますね、間違いなく。今からとある場所に向かいます。せっかく軽井沢来たからアトリエドフロマージュ食べて帰ります。もう開店前から人だかりできてました。アトリエドフロマージュの向かいにですね、昨晩行ったカスターニエさんがあるという。マルギリータ来ました。すっげーでかい L サイズ、やばい。でかっ。ほんとイタリアンレストランで働いた腕よね。いただきます。そしてアサリとなんたらかんたらのパスタ、これもすごく美味しそう。アサリのボンゴレかな、これ美味しいです。パスタももちもち。ごちそうさまでした。もう感無量でございます。そしてまだこの混雑ぶり。お土産も勢いで買ってしまいました。出発しました。いよいよこの長野県3泊4日にわたる壮大な旅が終わろうとしております。もうここから急いで帰って仕事ですね。もうね、アトリエドフロマージュも行けたし、カスターニアさんも行けたし、ほんと言うことなしの旅でしたね。昨日の朝まで渋温泉にいたっていうのが信じられないぐらいですね。いやー、長野県が近かったらもっともっと来たいんですけど、なかなかそうも行かないので、たまにですね、こういった大きな旅行をしたいですね。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。本当に今回の旅は贅沢、満足、もう本当言うことなしでした。また次回もこういった旅ができたらいいですね。また次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。